NHK 大阪放送局は13日、今年度後期の朝の連続テレビ小説第95作目が、べっぴんさんに決まったと発表した。脚本は、フリーアナウンサーの羽鳥慎一の妻で、ドラマ、名前をなくした女神、サキ、ファーストクラスなど、家族、青春、恋愛、悪女物など幅広いジャンルを執筆する渡辺千穂氏が務める。ヒロインは、昭和の初め、神戸の山の手で生まれ、早くに亡くなった母から教えられた刺繍や手芸が大好きな、すみれ。会社を経営していた父、活発な姉の下で、何不自由なく育ち、18歳でお見合い結婚、ほどなく娘を授かるなど、順風満帆に思われたが、戦争で全てが一変。しかし、戦後の焼け跡の中、娘のため、女性のために、子供服作りに邁進し、日本画家を元気に駆け抜けていくヒロインとその家族、そして彼女の仲間たちが夢へと向かう姿を描く。今作は実在の人物をモデルとするが、激動の時代を生きた女性たちの人生の物語として再構成。渡辺氏は、すみれたちが戦争で失ったものの大きさは計り知れません。ですが、その時代を生きたからこそ生まれたものもあります。強くならざるを得なかった時代に、自分たちの価値観を曲げずにしなやかに生きたヒロインたち。彼女たちの人生を原稿に重ねるとともに、初めての経験を通しての自分の心の変化に耳を傾けながら、私も人生を重ねてゆきたい、そんな思いで駆け抜けたいと思っています、と語っている。ネットの反応。ベッキーさん、また戦争中の話か。ジュンとアイ、マレが続けて大失敗だから、もう、現代物は永遠にやらない。大阪で服作りって、腰の三姉妹と被るんですけど、今、話題のハーフタレント。大阪だと服なんか、他にないんか。かまぼこ作りに命をかけるとか。デラベッピンさん、オレンジ通信。また、実在の人物がモデルらしいけど、誰だろう？もう、これから、タイトルは全部さん付け。で、ラベッピンより、べっぴんスクールとすっぴんが好きだった。ああ、昔よく CM やってたメラミンスポンジな。今はもう売ってない。カーネーションに、駿河学の息子で撮ったんや。チラン買ったわ。おっぺん化粧品。